はい、皆さん、こんにちは。木戸です。とりあえず、自力で、ちょっと田植えをしようかなと。っていうのは、全体的にね、こう、見栄えも整えたいし、あと、二つ目も作りたいしっていう。やっぱね、一個だとね、物足りないんだよね。あっちにもこっちにも、段々畑みたいな。そういう憧れ。種がいっぱいいるね。農民さんたちをこっちに連れてくるとしたら、もう完全にこう、もう農民さんスペースとして、農民さん用の家とかを作ってあげたいなと思うんだけど、いやでもそこまでするかっていう気持ちがない。なくもない。この辺多分刈り取るだけ刈り取ってしまえば農民さんたちがまた植えといてくれるやろう。これいらんな。お外がにぎやかい。キャッキャしている。ビートルートは交換してくれっかな。とりあえずチェストにしまっとくか。あ、イラも拾ってしまった。人参、じゃがいもが落ちている。まあいいや、こんなもんね。いやー、この村は俺が今まで多分マイクラした中でも一番、ダントツに広いからね。なぜなら俺が土地を広げていったし。いや、もう全然マイクラ関係ない、まあ、いわゆるいつもの雑談なんですが、最近ね、また睡眠に思い悩んでいてね。病院に行ってね、薬を調整してもらったんだけど、その薬の副作用というか、多分副作用でこう、朝起きた時になんかすごいしんどいみたいなのがあって、
ただよく寝れるのはよく寝れるんだよね。だからどうしたもんかなっていう。まあでも寝れないよりは寝れる方がいいかなとも。やっぱ、寝れないよりは寝たいね。寝たい。すごく寝たい。ただやっぱ朝起きれないのもね、ほんと困るんだな。それだけでこう一日の日中の活動をできることが減っちゃうからね。まあもっと綺麗に植えればよかったな。なんかいろんなものをまばらに植えてしまった。まあどうせ育ったら回収してってするし。まだまだ種が足りないだと。ほんと広いな。これほん、二つ目作る必要、あるかないかで言ったらないよ、ないんだよ。需要があるかっつったらないんだよな。ただ俺の視覚的な幸せ。とりあえず日が暮れるからね。寝ましょう。やっぱね、こう動画を作る、動画編集ができる環境になったことで、作業班が常にこう時間に飢えてんだよね。いや、忙しくていいことだとは思うけども。ただまあ、ね、ちょっとこう睡眠のリズムが整わないばっかりに、なおさら時間に追われるっていうか、時間も体も足りないって。まあでも俺はね、こうしてのんびりゲームして遊んでるんでね。ここに農民さんたちを連れてくるとしたら、なんかこの辺にお家を作ってってしたい気もするけど。いやでも田植えは自分でするか。この辺はちょっとね、削ってしまおう。この張り出してるのがすごい気になる。アイテムがいっぱいで、アイテムがいっぱいで、石が拾えないな。ちょっと種はもういいや。
おっとっとっと。いっぱいになっちゃってんね。あ、そう、そう、ジャングルの原木をね、使い切ってしまったから、これを植えておく。まだもうちょい残りがあったかな。まあでももう残りが少なくて。そう、あそこにもちょっと植えたのを刈り取った残骸が。いつまで残ってるんやろ。あれ、俺これちゃんと枯れてない？まだ残っている？まあいいや。食料が豊富ですね。ちょっと石屋さん、いや石置いといた方がいいのかな。石は置いとくか。またあれこれ使いたいなってなりそうだし。ジャングルの原木は残ってんのはこれくらいか。ここにもね、苗木があるんで、これをちょっと植林して、グリーンして骨粉で育てる。おう、おう、埋まってしまった。そうか、近すぎたから上に伸びれなかったんやな。ここにはあれかな、もう原木がまだ残ってるから知らないのかな。あ、あったあった。多分これでね、 OK なはず。苗木が落ちてほしいんだけど。あ、落ちた落ちた。そう、俺これを待っていた。苗木が落ちてくれたら、この苗木を植えて、あんま近いところにやったら、あ、関係ないのね。脱出。こうやってやってたら、まああっという間に苗木もいっぱい落ちるし、木材も
もうジャングルの木材好きなんよな。で、この横がなんかブサイクやから、できればね、ここもなんか木でずらっと綺麗にしたいなっていう。苗木取り放題。この辺も、なんだろうな、ここ、石じゃない方が、全部土にしたい気がする。その方がなんか、より見栄えがいい。見栄えがいいし、苗が植えれる。この辺、部分的にね、石になってるところを、ちょっとずつ土に、なんて言うんだろう、埋め替える。ほんと手間のかかることやってんな。基本めちゃくちゃズボラ人間なんだけど、まあ、こういう作業をやってるとすごいこう凝りたくなるのが何なんだろうね。オフ。オフ、埋まった。よいしょ。夜になってしまうな。ああ、引っかかる。普段こだわりがそんなにない方だっていうのをうちの中の人たちに言われるんだけど、でまあ俺もそんなにこだわってることはないなっていう気はするんだけど、なんだかんだこういうね、遊ぶことに関してはこだわるね。遊ぶことだけ、もう、本当に全力。
この足場もほんと便利。いいね。よし。あ、お野菜も育っている。キト帝国がどんどんこうして豊かになっていくのがね、嬉しい。それを頑張る必要あるかって絶対誰かに言われるんだけど、それを頑張るより他のこと頑張った方がいいんじゃないかって絶対言われるけど、でも俺が頑張りたいのこれなんだよね。全部土にしたいな。おっと、夕方のチャイム。もうこんな時間か。土がない。土を取りに行かないと。あそこ削るか。上から見る段々畑もいいね。やっぱ他の野菜やっぱ小麦オンリーがいいな。他の野菜はもう一個の方に植えて小麦オンリーの段々畑にしたい気がする。この村の路線もなんか右に行ったり左に行ったりって感じだな。動物園とか行ってなんかテーマパークっぽくとか言ったりしていたのに、なんか段々畑が欲しいとか、カントリー路線。まるで俺の人間性のようだ。ブレブレ。
二つ目もな、どうしよっかな。作るとしたら、こっち側かね。あ、襲撃おじさんがいる。襲撃は、今はいいや。あ、でもそう、この段々畑に明かりとかは必要だね。明かりとあと柵で囲ってあげたりもしたいかな。やっぱ最優先は明かり？いや、柵？とりあえず柵で囲いの明かりつけのかな。柵は、ジャングルの原木もいい感じに溜まってんね。今度はこの、また風がすごい。最近風がすごいな。とりあえず、アカシアのフェンス。フェンスこれで足りるかな。とりあえず。どんな感じで囲ってやろう。まあ、後々こっち側にも増やすとして、とりあえずこっち側。これくらいかね。おう。とりあえずこの横側からの侵入を阻止。で、まあ山の上の方も囲いたいけど、その前にこっちかな。こっちもとりあえず。後々取っ払うとしてもね、とりあえず現段階で。よいしょ。あ、夜になる。で、あとランタンがいっぱい欲しいな。ただ時間がそろそろですね。あっという間なんよな。じゃあとりあえず、ランタン、多少はっていうか、ほんとちょっとしかないから、たくさん作りますかね。
違う。あれ、ランタンってどうやって作るっけ？あ、松明だ。松明がいるよ。うん、全然足りない。あ、これだ。いっぱいだな。まあでも今回はこれくらいということで、次回かな、ちょっとだんだん畑の周りを明るくしていこうと思います。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。